にミッシェルの翼に捧げます。Across the blue.
ちさん、43歳のお誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。皆さん、今日はダッシュフェスで最終回ということでね、久々にやってまいりました。マジで千葉アンがね、やったのがあの1年半前のもう夏になるん で、去年俺らイベントばっかしてきて、でベースも抜けちゃっていろいろあったんですけど、今日あのパワーアップしたサニーロータスとフェスしに来たんで、今日のエンジャイチ盛り上がらせるんで、どうぞ最後までよろしくお願いします。マイクオイヤありがとうございます。やばいね、お客様いっぱい来てる、お給いただいてますね。ね、今日は本当にあのお忙しい中お越しくださってありがとうございます。でね、まだまだ一番手ですけど、千葉側の皆さん、盛り上がる準備はできておりますか。というわけで、俺の愛してもらい自転車の動画だと思います。それでは聞いてください。バイクライダー I like you my motherfuckerOh yeah!
少しずつ増えていく。
ありがとうございます。いただいてありがとうございます。マジでサニーロータスのお客様0人かなと思ってたんですけど本当に嬉しく思います。ありがとうございます。皆さんご存知かと思うんですけども、今年初め能登半島地震あったじゃないですか。今年一発目から本当何なんだよって感じなんですけど、実は言うと僕も北陸出身でして、本当なんですよ。でも僕の、おじいちゃんおばあちゃん親戚は無事だったんですけど、でも助けてくださいみたいなねツイートが流れてきて、なんかすごい怖くて、ね、俺らもいつかね南海トラフとか首都直下型地震とかね、いつ来るかわからない中で、やっぱり今の居場所がいつなくなるかなんてわかんないんですよ。だから俺がさ、今までしてきたように、これからは俺も音楽で救われてきた身だからさ、今度は誰かの、ね、力になれるような、そんな風な人間になりたいなと思って今日までやってまいりました。でそんな感じで次もう最後になっちゃうんですけども、次の曲ぜひとも北陸の皆さんに届けたいと思うのと同時にですね、僕の X 見た方はご存知かもしれませんが、サビのところでわーってあるんですけど、そこで一緒に拳を上げるなり、全然音程とか関係ないんで、自分の好きな声の高さで歌っていただけると幸いでございます。ぜひとも一緒に北陸の皆様に届けたいんですけど、いけますか、チワーガー。それでは、居場所がないならこんな地球なんか出て行って、だらっぴろい宇宙に居場所を探しに行こうね、そんな曲です。
取り返すべさ悔いよりそして今日来てくれた皆さんが今年もより良い一年になりますようにお祈り申し上げます。ありがとうございました。サリーロータスでした。最後のワンマンライブをここ自慢がねやらせていただくので、ぜひとも取り置きまでやって方は今日2000円でチケット売りますので、あとで声かけてください。よろしくお願いします。3月9日ということでサンキューファイヤーで覚えてください。ありがとうございました。サンキューサンキューファイヤー。